それではこの展示の中でも特別珍しいものについてご紹介しようと思います。こちらをご覧ください。韓国隆起門土器というものが、頭ヶ島白浜遺跡から見つかっています。これは、今から7000年前に韓国で作られた土器ということが分かっています。こちらのパネルをご覧ください。この水色で囲んでいるのが縄文時代です。でそれに相当する時代がこの水色、韓国にもありまして、韓国新石器時代といいますが、この中で7000年前頃から5000年前にかけて、今より気温が高かったということが言われています。海水面も3メートルから5メートルも高かったというふうに言われる場合もありまして、まあ、そういったあの温暖な気候を背景に人が動いたという痕跡というふうに考えられます。でこちらにあるのは、盆宝貝塚という韓国の釜山で見つかった出土遺物ですけども、文様のこう作り方、構成だとか色をこう配置する部分だとかいうところが非常に似ています。ということでこちらの韓国隆起門土器というのは韓国で作られたものだということが確実に言うことができます。対馬の北の方に越高遺跡というところがありまして、そこでは隆起門土器というのがたくさん見つかっています。縄文土器の方が少ないぐらいの割合で韓国の土器がたくさん見つかる遺跡があるんですが、そこではこの盆宝貝塚と越高遺跡、このエリアの密接な交流というのが想定されます。でこちらにあるこの頭ヶ島白浜遺跡の土器1点についてはこの辺りで1点しか見つかってはいませんので、この交流の質というものについてはどんなものかというのは分からないんですけれども、まあ、先ほどご説明しましたような温暖な気候を背景に人が大きく動く時代があって、その中でまあそういった交流の結果として頭ヶ島までもたらされるようになったということが言えると思います。まあ、このような時代の当時の様子を知る上で貴重な資料がこちらです。ここでは生松原遺跡と浜郷遺跡についてご紹介しようと思います。生松原遺跡は宇久島にある遺跡です。でここでは史跡墓という朝鮮半島由来のお墓が見つかっていまして、でそこではこちらにあるような、小さな土器がお供え物として使われています。で奥の左から2番目にありますような、朝鮮半島由来の土器に似たものだとか、こちらの手前にありますような縄文土器の様子を強く残したものなども同じように、副葬品、お供え物として、見つかっています。で次にあの浜郷遺跡ですが、この遺跡について、まあ、パッと見こう土器がかなり大きいというのが見て分かると思います。この浜郷遺跡は新上五島町の浜というところにありますが、ここでは60体を超える人骨が発見されています。で周辺の状況から100体以上の人骨があるのではないかというふうに推測されていますが、こちらでは、先ほどの奥松原遺跡と同じように、副葬品としてお供えするものですね、用いられた土器だとか子どもの遺体を納めた壺だとか、それが大型化した土器なども見つかっています。こちらから見つかっているのはこのような土器の他にも、先ほど言いましたように60体の人骨が見つかっています。こちらが当時の人骨ですね。そしてこの人骨が、つけていた会話などがこちらです。でこの会話のつけている状況というのを表したものが向こう側の写真になりますが、1号人骨と2号人骨というふうな当時の発掘調査の様子を記録した写真がありますが、このように腕に多くの貝で作った腕輪をつけています。でこちらの、手前にありますのが1号人骨のものですけれども、このように多くの貝を、昔の人がこう手につけているというような状況がこの発掘調査で分かりました。で奥の方ですね、2号人骨の方になると、一番手前の右のものですね、その貝は沖縄から持ってきた貝だということが分かっています。こちらのパネルをご覧ください。弥生時代の貝の道ですけれども、こちらに見られますように沖縄で採れる貝を使ってくると、でこういったものが福岡だとか佐賀のあたりまで運んだということが分かっています。それは福岡と佐賀で多くの
会話が見つかっていること、それから沖縄の方にはですね、この貝を貯めておくような場所が見つかっていることから、この貝が交易品として用いられたということが分かります。で、そういったの交易をする人々のお墓であるということが、この貝から見ることができます。